私。ごめん。なんか苦しくて眠れないの。違う。気がするの。その誰かの頭が痛くなると、私も一緒に痛くなって、いろいろなものが私の頭の中に流れ込んでくるの。いろんなもの。でも、それが何なのかはよくわからない。何かすごく大事なんだけど、忘れちゃってることみたいな。それを思い出しちゃうと、私が私じゃなくなっちゃう気もするの。それが、とっても不安。話してたらなんだか眠くなってきちゃった。今晩はここで寝てもいいよね。
もうここで寝るって決めたの。おやすみなさーい。くん、起きてる？どうしたの？入るよ。おはよう、キリトくん。わけって何が？前に帰っちゃったよ。うん、だからキリト君を起こそうとしたら寝てるからいいよって。すごい楽しそうだったよね。またいつでも来てねって言っておいたよ。うん、そうね。でね、キリト君。さっき慌ててたの。あれ何？本当かな？怪しいけど、まあいっか。一緒じゃないのね。ストレアさんのことです。別にそういうわけじゃなくて、ただ単に今あの人のことが話題になってたから。そうなんです、ストレアさんって最初のイメージと違って面白い人だなって。
みんなで料理作った時もすっごく面白かったしね。少なくとも悪い人じゃないみたいね。突然変なことを言い出す時もあるけど、不思議な魅力があるっていうか。キリト君の悪い癖。いつも放っておけないみたいなこと言って、いろんな人に関わっちゃうの。それがキリト君のいいところでもあるんだけどね。私がキリトさんと知り合ったのも、まさにそんな感じでした。その、キリトさんに出会えて、本当に良かったです。そうです。パパがいてくれたからこそ、こうしてみんなでおしゃべりできているんです。だからパパはパパらしくそのままでいてください。まあストレア含めキリトの知り合いに悪い人はいないし、なかなか見る目があるじゃない。人たちばっかりだよ。なぜか女性が多いけどね。それは確かに。本当かな。キリト君その辺の自覚なさそうだし。